ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、今回も新しくこの島に入ってくれる人がいるので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。かなさん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。自分のペースで生きてるのかどうなのか微妙やけど、まあのんびりのびのびいいことやね。はい、それじゃあマンション見てこう。さあマンション見てこうって言ってもね、今夜やけんさ、みんな寝よるけん、基本的に今日は夢巡り的な感じになるかな。はい、それじゃあ新しく入ってきたかなさん。かなさんしか起きてないっていうこの状態。かなです。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。どうした？あゆなのそっくりさんの世界に行ってみたいです。私の世界に？でも私の世界、現実に出てきたとしたらめっちゃちっこいんやな、みーってね、多分すごい小さいよね。はい、食パンでもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。さあそれじゃあ、すごいね、マンションの中で一人しか起きてないって。え、だってさ、多分一軒家の、ほら、一軒家も寝とるやん。この島の中でかなさんしか起きてないってことよ。素晴らしすぎん、ちょっと。はい、ペッカナさん。え、てか、一人も起きてないっていうのも珍しいね。夜でも結構、ちらほら起きとる人おるけど。何あれ？あ、バナナ。バナナ。どっか行ったよ。バナナ美味しいよね。バナナってすごい栄養価高いっていうけんさ、朝方とか夢か結構食べるんやけど私。どういうわけか、お宝風船を拾いました。やのに、え、バナナなのにバレたらどうしよう。なに、どうしたの？バレたらどうしよう。隠し事そんな、どうしようって焦ってしまうような隠し事が何かあるんですか。はい、そしてせつなさん。あ、でもみんな寝とったら喧嘩とかないけん結構平和だいぶ平和。あ、危ない、顔がびっくりした。下半身どっか行ったかと思った焦る。スーツのまま寝るのね。くしゃくしゃにならない。なんだ、めっちゃこっちじっと見られた、怖っ。どういうわけか、お宝マンホールの蓋を拾いました。まあでもこれお宝がいっぱい集まるけん、目巡りもいいっちゃいい。最近ね、結構質屋でいろんなものを売ったりとかしてるんで、お金がちょっと減ってきとるけん。なんだ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 。はい、夜空さんの目の中へ。ファサファサなるやつ。ファサ、なんかこれさ、すごいさ、ナイロン感がすごいけん。あれじゃない？静電気すごそうな感じせん？何その動き。この動き初めて見たかもしれん。この2種類だけかな。あ、違う。他にもあった。結構いろいろあるのね。今の夢は一体？確かにあんな夢を見たら一体とはなるよね。どういうわけか、お宝串を拾いました。この時間は、みんなはって一回目が覚めても、そのまま二度寝に入っていくのね。はい、それじゃ、ケイスケさん。結構早い時間とかやったらね、こう、パッて目が覚めて、その後普通に起きてきたりとかするけど、
50年ぶりですね。50年ぶり。あの頃は幸せな毎日でした。どうしたの？今は幸せじゃないんすか？50年後のケイスケさんは幸せじゃないんすか？びっくりした。でもなんかおじいさんになったのすごい似合っとったね。どういうわけか、お宝杖を拾いました。次々とお宝を集めていく。夢は一体何種類あるんだろうか。あずささん、今のところかぶり一切なしやね、今日見た夢。お、こんだけくしゃみ出たらすごい大変そう。前に進めない。前に全く進めない。これこのままくるっと回ってくるんやっけ、一周して。このまんま見切れていったけど。お、風、なんか全く違う病気なような気がするけど。風でもここまで出るか。大阪っとんかな。一応なんかペタンペタンっていう音はなくなったけど、声は的に変わらないような気がするんですが、遠ざかってるのか。おお、終わった。強制終了した。あ、でも風邪なのか、風邪薬が。ちゃんと風邪薬が。どういうわけか、実用品風邪薬を拾いました。あ、そっか、お宝だけじゃないんか、風邪薬実用品も。さあ、そしてゆうかさん、夢を見ている人と見ていない人がいる。ちくわ様。ちくわ様。定期的にみんな何かをあがめるよね。すごく不気味な光景なんだけれども。みんなそれ以上何かを言うこともなく、延々とちくわ様とあがめたてる。これみんなあれかな、順番に言っていきよる感じ。誰が喋りよるか全く分からんけど、一応今あれやね、まなりさんが喋った。これには終わりがないのか。変な夢も見たな。確かに変だ。若干うなされそうな感じの。どういうわけか、食べ物ちくわを拾いました。そうだな、夢の中に出てくるものによってもらえるものが違ったりとかもするの結構あるよね。てっちゃん、外で寝かされてる。庭先で寝かされてる。あれはあれは栄養ドリンクだよ。ボク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 、元気出ました。お、速攻性やね。めちゃくちゃ速攻性やね、怪しすぎる。おー、これはすごい、本当にすごい。あ、でも栄養ドリンクって結構効くっていうけど、あれなのかな、プラシーボ効果なんかな。それとも実際にちゃんと効くんだろうか。どういうわけか、食べ物栄養ドリンクを拾いました。みんな聞くって言うけど、私的にはよくわからんねんけど、とりあえず味的に好きで飲みよるぐらいの。聞きよるかどうかは謎。お、あゆな。ああ、恋人いない、つら。光を当てるとミーが元気になるよ。これで、どうや。お、どう？いい感じ？く、そこまでのソーラーパワーが当たらないんだけどもね。どう？いい感じ？当たった！めっちゃ当たった！お、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 いい感じじゃない？どこに当てればいいんかがいまいちよくわかってないよね。この辺？ここか！
今めっちゃ電気に当てよる私。で元気元気あ、ここでもらえるのは今の夢は一体ソーラーパネルではなく、ソーラーパネルか、ダンベルではなくソーラーパネルなんよね。どういうわけか、お宝ソーラーパネルを拾いました。ソーラーパネルなんて高価なものを。あ、もうこれの中で高価かどうかちょっといまいちよく分かってないけど、ごめんなさい。どうした、何をしたの、あれか、赤鼻さんに謝ってるのか。いやだって赤鼻さんね、あゆなが家事をしてくれんって言ったもんねそしてこんなみんな寝ている中、寝ている中も募金で叩き起こす管理人そうだよね、全員寝とっても募金はちゃんとできるっていうね。今日は 26,040 円集まりました。ありがとうみんな、わざわざ起きてきてくれて助かります。はい、そしてミニニュース見てこう。1時になりました。そしてこのニュースのためにきっとヨミさんも起きてきたのね。お願いします。興味深いニュースです。トイレが一番長いのは誰、興味深いのか。郵便証券の調査によるとあゆな島の住人の中でトイレの時間が最も長い人物はネムシだということが分かりました。ネムちゃん、そうなのネムシに続いて長いのはユウカシです。これ初めてのニュースじゃない。本命と思われていた寿司はアッサン本命と思われてたの、それは何か嬉しいんだろうか。それを受けてネムシは嬉しくないよね。話の方が長いと思うマジで発表内容への不満を隠しきれない様子でした。え、これ1位から3位まで全員女の子やん、やだ。それってうちのアイデアですのね。マジでアスちゃんがいらない人もいるんですね。アスちゃんがこんなことをしようと思ったのは、まあ、確かにね、暇じゃなかったらこんな研究をしようとは思わないような気がするけど、ありがとう。はい、ということで、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、こんなに見事に今回入ってきた人以外全員寝とると思わんかったんやけどある一定の時間になったらそうなるのか。え、でも別にね、多少夜遅くなってもポツポツ起きとった気がするけど、ほど眠かったよね